久保さん、今回結果が出ない努力にしましょうかやっぱあの結果がこの前ねお坊さん一問一答のお坊さんの話を聞いてたんですけど、まあ、結果が出ない努力はダメなんですよみたいな話してたんですよでも最初って僕思ったんですけどみんな結果が出ない努力をしないと結果出ないと思うんですよね <laughs> とんちかって話なんですけど まあ確かにね。まあそのお坊さんの例え話はまあ間違いないんですよ。ね。例えば、こっち行きたいのにね。こっち行きたいのに、こっち行く努力してたら、ね。かなりきついですよね。目的地こっちです。目的地こっちです。で、南南なの。南に行きたいのに北に行くみたいな。で、北に行く努力してたら、なかなかつかないじゃないですか。だけどね、こう地球規模で考えると、 一周でできるんですよ <laughs> だから結果が出ない努力をしたとしてもずーっとやって地球一周しちゃうと到達するっていうね確かにそれはなんだあの遠い道のりかもしれないでしょこっからこっからここにパンっていくのかそれともうわー遠回りしていくのかまあ何が言いたいのかっていうと結果が出ない努力すら 結果が出るまでやれば結果に到達するっていう <laughs>。まあ僕最初って例えば初心者の人って努力の仕方もわかんないだろうしあのこれだけやっても本当に稼げるのかなっていうところでやると思うんですけどで結果出ないじゃないですかね。例えばサイトアフリエイトじゃあ1サイトを作って1サイトをね作ったっていう努力をしたとしても結果が出ないですよ。すぐ 1>, うん、1時間働いて1000円もらえるっていう話では次元ではないのでじゃあその努力したとしてもねうん結果出ないですよ最初それはネットビジネスなんでだから僕はまあそのお坊さんの話にねちょっとかけてお伝えするならばたとえ間違った努力だったとしても結局結果が出るまで圧倒的にやったかどうかなんですよ だから結果が出るまで圧倒的にやるっていうことは、たとえば間違ってたとしても、それを改善する能力だったりとか、あ、これもうちょっとこうすればいいんじゃないかなとか、あの、じゃあもうちょっとここを補おうとかね。なんかそういう軌道修正をしながらやればいいと思うんですよね。うん。もし、例えば、うんこっちに行こうとして、逆に行ったとするじゃないですか。で、逆に行ったとして、逆に行って努力して努力して努力して、努力した結果、 努力した結果あれこれ方向間違ったぞって思った時に僕もね全国車で回るんであるんですよありますよ <laughs> めちゃめちゃ全国で車で回るからいろいろあるんですけどこれちょっとルートやべえなとだけど Google マップでねその時また見るとあの帰ってじゃあ逆にまた帰ってこっちに行くのか逆にこう迂回ルートですね 逆に迂回ルートの方がもうここまで来てるから迂回ルートの方が早かったりするんですよ。<laughs> だからそれって気づく気づかないかって走ってみないとわかんない部分あるんですよね。で、最初からもちろん Google マップみたいのがあればいいですけど、僕の話はね、最初もうあの Google マップつけずにこうなんか適当に走るときがあるんですけど、その時によくあるんですね。あれなんか変なとこまで来ちゃったなみたいな。 <laughs> だ最初からねこうやったらここまで行くっていうみんな Google マップは持ってないですうんねだからみんななんかそのこうやったらこういう答えが出るっていうのを求めてるんですけど人それぞれ違うので能力もスペックがそもそもなんでそれはやっぱやってみないと何も始まらないかなと思いますねでやっぱりそのやって ややってやっててその中でいいていくその中で発見していくその中で改善していくその中でやり方を覚えていくっていう連続だと思うんですよねうんだから人生っていうのは失敗の連続でありうーん,なんか苦い経験の連続でありうんなんかぼこ道の連続だと思うんですよただその,そ,のその時になった時にどう 意味づけするのかどう捉えるのかどう受信するのかによって多分その人の人生は大きく変わると思います久保さんで言う受信力ですよねその失礼症になった時にじゃあ無駄な努力をしたかもしれないじゃあその時にどういう受信力をして前にまた進むのかっていうのが多分一番大事じゃない大事だと思いますよう 結果が出ない努力しても続けて結果を出せってことですね。うん、多くの人は結果が出ない努力程度なんで。<laughs> 結果が出ない努力,努力程度だから結果が出ないんじゃないですかね。<laughs> ぶち抜けば、うん、結果出ますよ、うん。だってそれが武器になるんで、ここまでやりましたっていう。例えば、まあ最近僕もそうなんですけど、あの1万7千本ぐらい、も誰もがわかるように、まあ、数字も出ますから、 あのー、まあ、1万7000本ぐらいやってるますよ。でも、結果出てますか再生数100とかでしょ結果出てます他の YouTuber に比べると、ね、100万本、100万回回したんだったらね、100万回かすごいなっていう結果はね、誰が見てもわかると思いますけど、100回ですよ。け1万7000本取ったお前100回しか回ってないのかって話じゃないですか。結果出てますか出てないですよ。ただし、出てるものもあるんですよ。1万7000本取ったという、 結果です、ね、じゃあその1万7000本取ったという結果からどういう結果が出てるのかっていうとね商品を売るときにあ本当にこの人こんなにやってる人見たことねえぞとさすがにこんなにできる人を見たことないとじゃあ信用できるのかなって思っていただいて商品買っていただけるという結果を僕はもたらしてますわかります結果が出ないけど結果から結果をもたらすっていうね結果が出てない結果から結果をもたらすっていうね ジェームス卓郎ですいってらっしゃい